聞いてないわよ。倒した途端に空間自体が崩壊するなんて。危なかったね。あともう少し脱出が遅かったら裂け目が閉じて出られなかったかも。ここは山の頂上でしょうか。綺麗です。花びらがひらひらしてるです。この花びら間違いありません。やりました。たどり着きましたよ、ギャルちゃん、コッコロちゃん。この桜の木をみんなに見せたかったんです。子供の頃に見た景色のままです。やばいですね。見せたかったって、やっぱりあんたこの山に来たことあったんじゃない。ごめんなさい、みんなをびっくりさせたくて。つい、この美しい景色を眺めながら最高のレア食材を堪能する、それこそが真の美食だと思ってみんなをこの山に誘ったんです。そうだったのですね。確かに思わず見入ってしまいそうな素晴らしい桜です。ありがとうございます、ペコリーヌ様。いえいえ、お礼なんてくすぐったいですよ、コッコロちゃん。というわけで皆さん、ここでご飯にしませんか。あんたちは帰るって言ってるのに、あんたってやつは。それ賛成。こんな素敵な場所でピクニックなんて最後にすっごくいい思い出になるよ。別にいいならいいけど、でもご飯って言っても食べるものがって、もう嫌な予感しかしないんだけど。ふっふっふん、お察しの通りですよ、キャルちゃん。私たちはこの山に幻のレア食材を取りに来たんです。ちょっと待っていてください。いやいや、幻のレア食材がそんな簡単に取れるわけないでしょ。だって、行っちゃった。もうちゃんと帰ってきなさいよ。まったく、どこまでもマイペースなんだから。キャル様、ペコリーヌ様はきっとアン様たちに美味しい料理を振る舞って差し上げたいのですよ。お待たせしました。バッチリ取れましたよ。はやっ、よくこの短時間で取る。いや、今まで目にした中で史上最悪な外見ね。いつものことだけど、どんな味がするのか想像もつかないわ。大丈夫だよ、キャル。だってペコリーヌが選んだ食材だもん。きっと最高の美食ができるに決まってるよ。はい、任せてください。さあ、できましたよ。じゃじゃーん、幻のレア食材で作ったレア食丼です。食材の外見からは想像できないくらい美味しそうな見た目だね。この世界での最後のご飯、いただきます。これ絶品なんだけど。さすが幻のレア食材です。口に入れた途端溢れる旨味、とろけるように優しい食感、どれもこれも最高。最初は美食殿のみんなとだけの予定でしたけど、ファンさんたちとも一緒にこの感動を味わうことができてとっても嬉しいです。最高の景色、最高のご飯、そして最高のお友達。やばいですね。
味一生忘れないです。これが異世界での最後の思い出だね。最初はどうしようかと思ったけど、振り返ればあっという間だったな。そうだね、出会えたのが美食殿のみんなでよかった。ルー、すっごく楽しかったです。みんなのおかげです。ありがとうです。別にそんなに感謝されることじゃないわよ。あんたたちが困ってたところにたまたま私たちが通りかかっただけだから、本当にそれだけ、それだけの話よ。キャル様はこのようにおっしゃっておられますが、本当は皆様と別れるのが寂しいのです。私はただ事実を言っただけだから。キャル、ありがとう。綺麗な景色と美味しいご飯、そして一緒に戦ってくれた友達、ここに来なければ得られなかったものだね。うん、帰るのが名残惜しいね。それは、ルーも寂しくなってきちゃったです。ペコリーヌ、コッコロ、キャル、それにあなたも、私たちもう帰らなくちゃ。でもこれが永遠のお別れだとは思わないから。はい、私たちもいつかまた会える日を信じています。それじゃあ魔石のコアを魔石のかけらと合わせるよ。再合成してこの前と同じように魔力を込めればきっと。あの時と同じ光、よかった、無事ミスタルシアにつながったみたい。じゃあそろそろ本当にお別れなんですね。皆様、いつかまたお会いいたしましょう。今度会う時はペコリーヌにミスタルシア魔物料理っての食べさせてあげてよね。私はいらないけど。はいです、約束です。それじゃあ本当にありがとうみんな。アンさん、クレアさん、ルーちゃん、どうかお元気で。